第40回衆議院議員総選挙は1993年7月18日に日本で行われた国会議員の総選挙である。反自由民主党病が野党第一党の日本社会党ではなく保守系新党に流れ自民党と社会党の対立構造からなる55年体制を終焉させた選挙だった。政策政局野党第一党である日本社会党、 の立候補者数は過半数を大幅に下回っている。前年の第16回参院選で議席を獲得した日本新党と選挙直前に自民党から離党した議員らが中心となって結成された新政党や新党先駆けが躍進して新党ブームが巻き起こった。自民党は党の分裂により選挙前から過半数を割り込んでいた上突然の解散であったために 新政党や、新党先駆けに移籍した前職の穴を埋める候補者の、擁立が間に合わず、現有議席を維持するのがやっとだった。社会党は、新党ブームに埋没する形で55年体制以降では、最小議席数となる。日本共産党が一議席減のほか、他党はすべて現状維持か議席を増やしており、社会党の一人負け、が際立つ形となった。二大政党が共に、 目標議席を大幅に下回り、国民の既存政党に対する不信感を裏付ける結果となった選挙戦は、非自民党制の大躍進として注目を集めたが、投票率は当時としては過去最低であった。初当選者の中から、細川森博、安倍晋三、野田義彦の3人の内閣総理大臣を排出している。自民党からは、安倍のほか、岸田文雄。 野田聖子、もて敏としみつ、日本新党から野田義彦のほか、前原誠司、枝野幸男、海江田万里、小池百合子、共産党からしい和夫、公明党から大田昭弘、無所属で、田中牧子、高市さなえ、黒羽孝一郎など、党派を超えて、後の日本の政治に影響を与えるキーパーソンとなる人物が多く初当選している。なお、 自民党公認で当選した野田聖子と無所属当選の直後に自民党の追加公認を得た田中は1980年に山口静江が落選して以来13年ぶりの自民党女性代議士となった自民党社会党新政党公明党日本新党民社党共産党先駆け社民連無所属社会党新政党公明党民社党 社会民主連合の5党は選挙の前から連立協議を始めていたが合計195議席で過半数には届かず自民党も223議席で過半数に届かなかったことから日本新党と新党先駆けがキャスティングボートを握った双方との交渉の結果両党は非自民勢力民主改革連合を加えた8党派による連立政権樹立で合意 この結果55年体制が崩壊、日本新党代表の細川森弘を主犯とする細川内閣が成立した。自民党は工事前議席を維持し、衆議院最大勢力であるにもかかわらず、決闘以来初めて野党に移行した。一方の社会党は左右統一以来の最低議席数でありながら、保守系新党が小党分立していたため、与党第一党として、 衆議院議長や5つの国務大臣ポストを獲得した。1990年代の政党の理合衆参1994年5月、社民連は解散し、所属議員は日本新、先駆けなどに移籍。新政、公明、日本新、民社など社会、先駆けを除く細川、羽田内閣の旧連立各党は、同年12月に新進党を結成した。 社会党は村山内閣発足後、山花貞ダなど、旧連立の枠組みを目指す議員を中心に民主リベラル勢力の結集を目指すが、1995年1月の阪神・淡路大震災の発生で頓挫する。また新進党の船田元や先駆けの鳩山幸男などが、第三極の勢力結集を目指す動きを進めるも、同じく合意に至らず。一方で、 社会党左派の矢田部治村小選挙区導入に反対する議員は離党し、新党五県リベラルや新社会党など五県政党を結成。1996年、社会は社会民主党に透明変更したが、第三局を目指す勢力は両党の執行部を排除して民主党を結成した。ありがとうございます。